はい、皆さんどうもこんにちは、YouTube ご覧いただきありがとうございます。今日はですね、J2 第4節大分トリニータということで、なんとニータが来てくれてます。仲良しニータが来てくれてね、ビビ君も喜んでますけども、先ほど見えないところでどっちが頭がでかいんだっていうね勝負をしてたんですけど、どっちでかいの、どっちこんな感じでございます。お腹が出てるのどっち。まあこんな感じでね、今日、お、絶対出てない、見て、絶対出てない。ほら、ね、まだ筋肉あるから、はい、ということでこんな感じでね、最初わちゃわちゃやりながらやってたんですけども、今日はですね、長崎県サンクスマッチということで特別企画、2022大江ハリセンを配布、まだ全然ありますので、ぜひスタジアムの方に来ていただいて、はい、お、ありますか。今回開幕で配布してたんですが、講演会の皆さんがもう一度、配って、おうおうおう、みんなで選手の後押しをということで、はい、配ることになりました。ゆうくん、どれですか。ハリセンね、人をね、叩くやつじゃないですか。今日はお土産にニータを持って帰ってください。ダメって、だから人をね叩いたらダメなんですよ。はい、で、あとはクラブ創設日イベントということで、事前にですね、僕が去年かな、引退した、高杉選手、野田浩二選手と、もう一人忘れた、水原翔馬選手、テキバジャーラ宮崎で最後引退して、野田浩二選手がラインメーラー思いで引退した3人といろいろね話をしました。それを YouTube で、流すんですけども、その前にこちらでショートバージョンをね、4分ですか、スタジアムの方で、お一人につき4分くらいまで短くしてでも収録自体は2時間ぐらいトータルで3人含めて2時間ぐらい撮ったやつを4分ずつにまとめてスタジアムで流しますので、昔のね話を、練習きつかったなとか、ああいうのあったねとかっていう昔話をしながら、今それぞれが何をやってるのかっていうのも話してもらいましたので、ぜひお楽しみいただけたらっていうのと、あとは長いバージョンも YouTube でね、後日、はい、せっかくなので、せっかくなんで流しますので、そちらの方もぜひご覧ください。あとは応援、アンダー22応援デーということで、22歳以下の方はワンコインいくらですか。はい、5円、500円ね、500円で、観戦できるということですので、ぜひ、まあ、来てほしいな。22歳以下の選手もねいるからね。ニータは何歳、22歳以下該当する、ギリギリ該当ね違う、該当する、うん、37歳該当できません、該当しません。なので僕は入れませんけど、ビビ君とニータは入れる対象ということで、はい、ですので、ぜひ、アンダー22の方も応援に来ていただければと思います。クリアファイルか、応援で配布、ノベルティクリアファイルが配布されるので、ワンコインでの、チケットを購入してくれた、はい、アンダー22世代の皆さんが機械ブースに来ることになっておりますので、その時にクリアファイルをもらえる。そのクリアファイルはない。このクリアファイルは今配ってます。ないんだね、はい、配ってます、はい、ということで、あとは置いて取りに行ったから、さっきも言いましたけどニータンが登場で、今日は暴れてくださいニータン、ね、思う存分、そういうことじゃなくてね、はい、反省してください、叩かないでくださいね、人もね、はい。あとは長崎県サンクスマッチ特別プレゼントということで、長崎県からホームゲーム観戦引き換え券をプレゼント、そして3月26日の津江県金沢戦のチケットですね、はい、これはアプリの方から応募ができますので、はい、ぜひ、アプリを立ち上げていただいて、応募フォームから応募よろしくお願いいたします。アプリにね勧誘するという作戦でございます、はい、あとは場内イベント豪華ハーフタイム抽選会を開催しております。長崎県から86人今日当選するので、豪華ですよね、豪華商品が当たりますので、リッくんも応募してみる、ニータはできます、応募できます、はい、ぜひお肉とかあります、はい、リッくんはダメです、
はい、もし当たったらやってもいいけど、もし当たったらニータにプレゼントしてください。はい、いいですか。はい、で場外イベントは12時までですねとなってるんです。もう終わってるんですけども、今日はですねイベント広場、登場しております。たくさんイベントやってて、今日は B 君とニータもそっちに遊びに行ったんだよね。どう、楽しかった？お、写真ね、今日 OK なの写真。ニータも一緒に写真撮ってきた。へえ、何人ぐらい集まった？いっぱいいっぱいか、いっぱい。そうか、さすが人気者だね。あ、兄ちゃんが人気者。今日なんかあれ、大分から700人ぐらい来るらしいよ。すごいよね。うん、いや、よくわかんないです。それがよくわかんなかった。子供、ぬいぐるみ。あ、圧倒的に大きいぬいぐるみ。あ、兄ちゃんがあんま変わらない。変わる、どっちが大きい。いや、そこは今兄ちゃんこうやってやるとこや、どっちが大きい。そうそうそう、はいはいはい、っていう感じでイベントをね向こうでやってきたっていう、盛り上がりましたね。はい、あとは長崎クイズラリーも開催して、はい、九州 J リーグホームタウンサンブラリーと、順位予想だ J ブースも出てくるということで、はい、まあ、場外でも、徐々にね盛り上がる企画っていうのをやっていってるということです、ね。長崎県内のバンボが解除されたって、今日からいろいろイベントも盛りだくさんでやっておりますので、はい、ぜひスタジアムの方に。人もね、なんか結構賑わってたもんね。今日結構、はい、そう、天気もいいし暑いので、ただ花粉がね多分多いから、そこはね花粉症にはすごくきつい日だと思うんですけど、ビビ君は花粉症じゃないでしょ。ちょっとある、花粉症じゃない。いいな、ニータは花粉症じゃない、花粉症ちょっときついねっていうのはね、まあどうでもいいんですけど。はい、YouTube のコンテンツの中身です。この後スタメン発表も行かないとね、スタメン発表の解説をやって、はい、選手バス到着予定で、その後15分からビビ君とニータの2交流タイムということで、今日もなんかいろいろ考えてますか。はい、ぜひ期待してください。で、25分から場内イベントを中継、はい、で、選手トークショーは今日は阿部大成選手ということになってますので、はい、ぜひ質問を募集中でございます。たくさんお願いします。あとは40分長崎県 PR タイムと45分エンディングというふうになっておりますので、はい、最後までお付き合いください。ということで、ニータンとビビ君はここで一回一旦休憩、休憩する、休憩になります。はい、休憩ありがとうございました。またまたすぐ来るからね。またすぐ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ休憩、最後アピールしてて。はい、休憩行って、休憩行って、もう休憩行って、休憩してよ。長いな。はい、ありがとうございました。はい、はい、ということでスタメン紹介解説を少しねやっていきたいと思います。あ、ありがとうございます。バッチリですね。はい、バッチリだと思います。今日はスタメン出てます。キーパー中原選手初スタメンじゃないですかね、長崎に来て。はい、なので、まあ何としてもこのチームがね苦しい状況なので、勝たせてあげたいという気持ちは人一倍強いんじゃないかなと思います。あとはディフェンスラインは変わってないのかな。で、佐野選手が復帰してますので、まあ彼の運動量をね生かして起点になってほしいなと思います。あとは前節得点を挙げた戸倉選手とエジガルジュニア選手が2トップに入ってて、まあ、エジガル選手に得点が生まれてほしいなというところはあるんですけど、なんといっても勝ててないの で、 そうです、ね、勝たないといけないという試合ですね、はい、今日はまず負けてはいけない試合になると思います。
一方で大分です。大分は結構メンバーが何人か変わってきてるなという印象ですね。以前長崎にもいた小屋選手は今日はサブにも入っておらず で、はい、楽しみにしてた長崎のサポーターの方々もいたと思うんですけど、残念ながらね今日は来てないということです。あとはゆきもか、香川選手、あとはトネ選手か、トニーね、トニーはちょっと怪我しちゃったっていうね、あのニュースもあったので、ぜひ、まあ、長崎にいい縁のある選手がたくさんいるので復帰して元気な姿をねまた見せてほしいなと思ってます。まあ、今日は何と言っても両チームともに勝たないといけない、絶対ね勝ち点差が欲しい試合ではあるんですけども、はい、それと九州同士の対戦ということで、すごくまた違った意味で熱くなる試合になると思うので、はい、そういった意味でも目が離せない試合になるかなと思います。あとは大分は中2日での連戦ということで非常に体力的にもきついと思います。はい、なので、メンバーも変更しながらやっていると思いますけども、そこをね長崎はうまくついてまずは先制点を取って、勝ちをねもたらしてほしいなと思うんですけども、もうバスが来ちゃったかな。まだ来てないです。はい、あとは何だろうな、まあ中で言うとこの辺の形っていうのが違うので、まあそこをどうマークを捕まえるかっていうのと、逆にねうまくそこをついていきたいところではありますよね。この辺のスペースっていうのはシステム上出てくるところなので、この辺に前地川選手とか顔出して彼選手が前に上がったりとかっていうできればまた攻撃に厚みも出てくるんじゃないかなと思ってます。はい、もう来るかな。もうそろそろ来るはずなんですけど、今日遅いですね。 YouTube ライブ始まる頃には出発したらしいという情報をしてたんですが、今はまだ来てないですね。来てないかあと何だろうな、まあ、注意する選手は中澤選手かな。やっぱり身長高いので、はい、うちのねセンターバック2人はその身長が高い、はい、高さで言うと部が長澤選手にはあるかなと思うので、ここをうまく2人で抑えるっていうことが大事になってくる。あとは速いです、スピードあります。なのでここは2人で対応しないと、相当速い選手なので抑えたいですね。ここはチャンスメイクされる、あとはゴールキーパーの両ゴールキーパーの対決っていうのも面白いと思います。初出場初スタメンで、気持ちすごく入ってると思うし、高木選手はやっぱり大分の後ろからボールをつなぐね起点になる第一歩目一つ目の選手になると思うので、この両ゴールキーパーもどういう活躍をするのかっていうのもすごく見どころの一つになるんじゃないかなというふうに思ってます。今日遅いの。遅いですね。まだ到着した。話すこと話したけどなんか質問なんかあればリビ君注目の選手はいつも一緒やもんな。誰がいる？みんなね。いつも一緒やもんな。あ、エディガー選手、クリスティアーズ選手。まあ、点取ってほしいよね。ジュリ君、笠原選手とは？ライバル？ね。お話とかしたりした？グータッチ。お話しした。ちょっと大きいよね。めっちゃ大きいよね。本当に大きい。だからそのギリギリのシュートなんかも届くかなっていう、すごい大きさ。多分ビビ君の2倍ぐらいは
長さがあるんじゃないかな、手の足もだけど。はい、だから今日キーパーが活躍することはね、あんまりいいことではないんですけど、苦しい時に助けてもらえるシーンっていうのを見たいなと思いますね。前田さん、はい、ちょっとバスが遅れる、近くで渋滞ちょっと遅れてるらしいので、先に、うん、あ、交流タイム行く、そうしようか、ね、はいはい、またバスが来次第ちょっと映像はバス着に切り替える感じにしたいと思います。わ、はい、かりました。ではこの後ビビ君とニータの交流タイムということで、はい、今日は何すんの、はい、はい、TikTok を、 TikTok やんの、一緒にやってみたいの。へー、じゃあ行っていい。いいの。僕はちょっとお仕事あるので、また、はい、じゃあ頑張ってください。みーちゃんよろしくね。はい、ありがとうございました。バイバイ。はい、ではお待ちかねのにーたんとの、ね、交流タイムを始めたいと思います。まず最初にひびくん書いてるかな。はい、今日やりたいのはにーたんたんと一緒にやってみたいダンスがあります。フリマルさんと一緒に踊ったダンスだよと書いてますが、バンザイ3回お餅、バンザイ1回お餅ね。この前横浜遊びに行った時にビビ君、フリマルさんに教えてもらったんですが、そのダンスを踊った時に、にーたんたんみたいなダンスだとね、言って一緒にやりたいということで、ビビ君がにーたんたんに教えながら、今日は TikTok を撮影したいということですので、やってみたいと思います。そんなタイミングなのですが、まもなくバスが今敷地内に入ったそうで、この後バスがスタジアムに入ったら映像が見られるので、先に撮影しますか、撮影してみますか、撮影してみますか。じゃあニーターに教えようか。ニーターもう一回やってみる、バッチリそう、お、いけそう。じゃあやってみますか。じゃあカメラちょっと YouTube と一緒ぐらいで、はい、ではやってみます。もうちょっと2人寄ってもらって、はい、やりますね。よーい、スタート。お、いい感じ。あ、一発撮りみたいです。大丈夫です。ね、よかったね、撮れました。今日この後ね、試合があるので明日になるかもしれませんが、また TikTok で配信したいと思います。バス着も届けましたね。来たようです。で今日ちょっとバス着が遅れたので、この後のイベントが、すぐ始まる形になるので、ゆびくん、みーたん、また場内のイベントも、ここにバス着出てます。大分のバスはもう少し早く来てて、 YouTube ライブが始まる前には到着してたのでちょっと見れなかったんですが、まあ、長崎の方が来ましたね。かかとで降りてきましたね、続々と。
選手たちの表情を。はい、ということで、それでは2人とも、あ、ひびくん、兄さんにお土産があったんだよね。ちょっとさっき私とじれちゃったんだけど、それはひびくん、まさかまさか、ビビ君、手裏剣のクッションを兄さんさんにあげたいということで、今日はプレゼントに持ってきました。そしてよかったら、ね、その発売の時にタコさんたちにも配布した忍者ビビ君のシールも一緒にプレゼントさせていただきます。兄さんも忍者に憧れてたりする？ちょっと投げてみます。いい、ひびくんどう？お手投げなってた？ひびくん、忍者村で修行してきたんだよ、忍たん。お、おー、上手？うん。じゃあ、忍たんたんもぜひね、忍者修行して、いつか一緒に忍者をやってみましょう。ひびくん、忍たんからもなんとプレゼントがあるみたいですが、あ、メッセージ付きだ、かわいい。これは、ひびくん、今日はよろしくね、一緒にいっぱい遊ぼうねって、かわいいね、ひびくん、ありがとう、にーたん、ありがとうございます。うん、にーたんがついてる、かわいい。スイーツボックスって書いてる、お菓子かな。うん、ゆりくん、今日のおやつができました。はい、じゃあこの後は場内イベントに2人とも出演しますので、はい、こちらの様子も YouTube でご覧いただけます。はい、この後今場内イベントをスタートいたしましたので、そちらの方に映像を切り替えたいと思います。じゃあゆりくん、2段この後イベントよろしくお願いします。じゃあ切り替えます。500円ワンコインでチケットが購入できるんですよ。そうなんです。あと3回予定されています。来場された22歳以下の方にはノベルティもプレゼントしています。ぜひぜひ会場に遊びに来てください。今後の詳しい日程などは公式ホームページでご確認ください。さあ、そして皆さんお楽しみのハーフタイム抽選会、長崎県内21市町の特産品や名産品がなんと86名様に当たる大大大抽選会となっていますよ。はい、商品の内容この後詳しくお届けしていきます。さあ、その際にはキーワードが必要です。そのキーワードはこちら、ガンバくん、はい、ということで、ガンバくんとひらがなで書いていただきたいと思います。こちらをお書きの上、ビファーレン長崎公式アプリから試合後14時15分までにご応募ください。皆さんのご応募お待ちしています。さあ、そして場外メインスタンド側の第2駐車場前の芝生広場が新しくワクワク広場となりました。今後いろんなイベントを企画しているんですが、今日は美味しいグルメ揃っていますよ。はい、長崎地鶏フェアを開催中です。鶏飯や鶏餃子、チキンカツなど美味しそうなメニューが並んでましたよ。皆さんもぜひ足を運んでくださいね。ではここからは本日のグッズ情報です。ビファーレ長崎は今シーズン SDGs の取り組みを行っています。その一つが食いしん坊パークでのエコな取り組みです。その取り組みに関連した新商品が、ビビ君の食いしん坊パークで購入したグルメを食べるための持ち運び可能なカトラリーセットです。こちらスプーン、フォーク、箸がセットになっています。使い捨てのお箸やスプーン、フォークの提供を対象グルメで受けなかった場合は10円引きとなりますので、ぜひ皆さんご購入ください。続いてはこちら、蓋付きのタンブラーです。ネイビーの本体に白のエンブレムが映えるデザインとなっています。350ml と 500ml の2種類から選ぶことができますよ。はい、食いしん坊パークで使い捨てカップを受け取らずにこのタンブラーに注いでもらうと最大50円引きになります。はい、こちらもぜひお求めください。さあ、続いてですね、おすすめのものをご紹介しようと思います。こちらイヤーブックになります。ビファーレン長崎のすべてが盛り込まれた一冊、
2022シーズンは選手の基本情報に加えアンケート企画も実施。その他ビファーレン長崎に関わる人たちの今シーズンにかける思いを対談を通じてお届けします。このイヤーブックでしか見ることができない企画や情報盛りだくさんですから、ぜひ購入なさってじっくりと読んでいただければと思います。これを読めば2022シーズンビファーレン長崎のすべてがわかると言っても過言ではありません。ぜひお求めください。さあそしてですね、山崎亮平選手が3月5日土曜日の甲府戦で J リーグ通算250試合の出場を達成しましたので、メモリアルユニフォームを販売します。こちらオンラインショップ限定販売、受注販売となります。気になるデザインですが、キックオフ直前のセレモニーで発表いたします。お楽しみに。さあ本日グッズ売り場は場外メイン階段向かったところと、そしてバックスタンドの入場口向かいにありますので、ぜひ足を運んでください。さあここからはハーフタイム抽選会の商品をドドーンと詳しくご紹介していこうと思います。本日は長崎県サンクスマッチ、県内の21の市と町からなんと86名様に特産品が当たります。ではどんどんご紹介してまいりましょう。大型ビジョンをご覧ください。まず長崎市長崎かんぼこ王国から長崎おでんを5名様。長崎のかんぼこ屋さんが作ったかんぼこを長崎名物のあごだしスープで煮込んだ長崎おでんです。佐世保市は佐世保護衛艦カレー4種類セットを5名様。佐世保の人気イベント護衛艦カレーナンバーワングランプリで優勝した海上自衛隊カレーのレシピを提供してもらい、忠実に再現したカレーです。島原市島原スペシャルクオリティ認定商品詰め合わせセット3名様。島原市の特産品である島原スペシャルクオリティの詰め合わせセットです。有明海で生まれたわかめ、珍しいそうめん、梅茶漬け、復興した島原茶、そして島原の特産品を原料とした島原カステラ、島原を代表するスイーツの寒ざらしが入っています。諫早市うなぎのげんこつ握り10個入りを5名様。江戸時代からの伝統がある諫早名物うなぎ料理げんこつ握りは老舗うなぎ料理店魚荘の人気商品で、特製のタレに絡めたうなぎのかば焼きが入った贅沢なおにぎりです。大村市ふるふるジュレでミルク5本セットを5名様。新鮮な果物がぎゅーっと濃縮されたジュレの入ったボトルに牛乳を入れてフルフルすると本格的なおうちカフェが楽しめます。第10回大村地毛玉グランプリで準グランプリを受賞しました。子どもさんから大人までおいしく楽しめますよ。平戸市つまみあごセット11名様。長崎県の代表的な魚であるトビウオを1尾ずつ手作業で頭を落とし、甘みを抑えた自慢のタレに漬け込みました。魚臭さがなくビールのつまみやお子様のおやつにぴったりです。松浦市時サバの缶詰セット3名様。松浦市は日本トップクラスの水揚げを誇る市です。400グラム以上もある缶サバ時サバを肉厚な食感と濃厚な旨味で仕上げました。対馬市焼酎お試しセット山猫骨宝門大衆25度3名様。山猫は水源の森100選慶明の森伏流水仕込みの麦の香りと米の甘さを生かしたすっきりタイプの軽い味わいの焼酎です。そして骨宝門は木麹と日本酒用の酵母で作った純米焼酎なので、日本酒好きの人に特におすすめの焼酎です。そして大衆25度、こちらは河内酒造の酒粕を使用したガストリ焼酎であり、長期熟成古酒の深い香りと味わいの焼酎です。こちらをセットにいたしました。諫早市壱岐の島カレー詰め合わせセットを2名様。はい、霜降りの上質な壱岐牛と数種類のスパイスを使った島風が育んだ壱岐牛カレー、そしてプリプリとしたサザエの食感とサザエの肝がコクを深めた旨味のあるサザエカレー、肉厚のイカの食感のたっぷりの生姜と深いコクのイカ墨をブレンドしたイカカレー、大人気のご当地カレーのセットです。五島市五島牛五島ビトンセット5名様。幻の五島牛と表現される五島産の牛肉は柔らかく脂肪分がしつこくない深みのある味わいです。五島ビトンはミネラルウォーターと栄養バランスがいい麦類が中心の飼料によって育てられているので、独特の臭みがなく柔らかで甘みがあり抜群の美味しさです。
再開し、磨き大島2本、大島トマトジュース1リットル2本をセットにして1名様。磨き大島は再開市産の紅あずま、紅はるかを使用し、芋の外側を大胆に削り、真ん中の部分だけを原料に仕込んだ本格吟醸芋焼酎です。キレのいい口当たりと上品な味わいを堪能できます。そして大島トマトジュース、こちらは大島トマトだけを丸ごと絞った無塩無添加 100% の天然ジュースです。雲仙市雲仙ハムセット5名様。濃厚でジューシーなソーセージと肉の旨味と香り豊かなポークハムのセットです。自然豊かな雲仙からお届けします。南島原市島原手延べそうめん 1kg を3名様。南島原市の特産品である島原手延べそうめんは、全国の手延べそうめんの約3割を製造しているそうめんのトップブランドです。しっかりとしたコシと歯ごたえ、そして小麦の豊かな味と香りをお楽しみください。長与町長与産オリーブオイル3名様。長与町産オリーブを 100% 使用した贅沢な一品です。丁寧に手摘みで収穫し、爽やかな風味が味わえます。都議津町都議津ワイン赤白2本セット5名様。平成17年に巨峰栽培者や主販店、飲食店の方々が都議津ワイン研究会を発足し、委託製造を開始しました。生食用の巨峰 100% を原料に使った安全安心のワインです。東園木町園木茶ティーボトルセット5名様。全国茶品評会において4年連続産地賞を受賞する東園木町の特産品園木茶、3種の茶葉と手軽に飲めるティーボトルをセットでプレゼントです。川棚町長崎和牛3名様。昨年開催されました東園木町川棚町波佐見町合同サンクスマッチでマンオブザマッチに選出されたエジガルジュニオ選手に贈られた長崎和牛です。大自然の潮風を受け、愛情を込めて育てられています。まろやかな味わいの脂身が絶妙なバランスです。波佐見町波佐見焼ボタニカルおもてなしセットを1名様、60予習セットを1名様。ボタニカルおもてなしセットは波佐見町焼らしい薄五数の草花柄、どんなライフスタイルにも使いやすく、お料理にも映える器セットです。そして60予習セットは上品で心地よい香りと風合いが特徴の60余酒を代表する大吟醸、そして福岡国税局管内の酒類品評会純米部門で大賞を受賞しました特別純米酒の匠のセットです。おじか町おじか島落花生セットを3名様。自然豊かなおじか島特有の赤土、そして海からの潮風に育まれた落花生と加工品のセットです。佐々町佐々三茶三葉4名様。佐々町は県下でも珍しい釜入り茶や全無農薬有機栽培など隠れた名産を生産するお茶の産地です。お茶の積み合わせギフトボックスになります。新上五島町真垣岩垣食べ比べセットを5名様。五島の海と生産者のこだわりが叶えた夏の岩垣と冬の真垣の食べ比べセットです。ぜひお家で楽しんでください。さあ駆け足ですが、21章のプレゼントをどどんとご紹介させていただきました。こちら86名様に当たります。どの商品が当選するかはお楽しみにされてください。スタジアム内で発表されているキーワードを書いてビファーレ長崎の公式アプリから試合開始後14時15分までにご応募ください。さあ発表はください。三菱電機。よしよ。入るかな。おまだ入る。ただいま。どうだった。採用だって。やったこれ作ったの。二人の時間欲しくて。
何それ。今よりずっとあなたを自由にする新しい三菱冷蔵庫。うわ、天才。長崎県初のプロバスケットボールクラブ長崎ベルカ、 B リーグ参入初年度となる今シーズン、クラブは B3 リーグで首位争いを続けています。ホームゲームでは最先端技術を使った光と音のオープニング演出や専属チアリーダーによる華麗なダンスパフォーマンスなど、ワクワクが盛りだくさん。観戦チケットの詳細は長崎ベルカ公式ホームページをチェック。皆様のご来場お待ちしております。楽しみですね、新しい車。はい、何かな。ちょっと待ってね。お出かけは、ちょっと待ってね。よかったね、おばあちゃんとドライブ。うん、出発進行。長崎といつも一緒に。マイカーローンのご相談は長崎銀行西日本シティ銀行へ。カードの残高不足は困りもの。 N タスクレジットはオートチャージで安心便利。定期券更新もウェブで楽々、家族全員の更新も可能です。 N タスクレジット、お申し込みはウェブへ。ワイモバ川柳。昔からずっと安いのワイモバは、よっ、あまりギガ繰り越せるから得なのだ。ワイモバのワイは安いのワーイ。余ったデータを繰り越せてお得に使える。さて、明日3月13日はビファーレン長崎の創立記念日です。今年はクラブ発足から17年目となります。そんな歴史の中では、さまざまな選手たちがビファーレン長崎の試合を盛り上げてくれました。選手たちの中には2021シーズンをもって現役引退を決めた選手たちもいます。今日はそんなビファーレン長崎で活躍後、選手を続けて2021シーズンをもって引退した3人の選手にインタビューをしてきました。インタビュアーは現役時代3選手とともにピッチを沸かせ、2018年をもって引退した前田祐介普及インストラクターです。さあ、その注目の3選手というのは、2021シーズンから2014シーズンに所属していた水永翔馬さん、そして2013シーズンから2019シーズンに所属していた高杉亮太さん、さらに2014シーズンに所属していた野田浩二さん、今だから話せる現役時代の話や現役を引退しての話、長崎への熱い思いなど、それぞれにお話を伺っています。どうぞ皆さん、大型スクリーンをご注目ください。でもめっちゃきつかったですね。あの時はでもきつかったね。そうっすよね。だって1キロ走とか何本やったっけ。あれ4本っす。練習場行くときにさ、グランド見えてさ、四つ角にコーンあったらもう勝てる。そうそう、みんな憂鬱、みんなもう、うわみたいな。一緒に行ってましたね。俺は乗り合わせで行ってたからさ。そうそう。みんなでね、今日置いてあるかどうかみたいな話して、はい、置いてあったら一気にテンション下がったもんね。そうですね。ほぼほぼ置いてましたよね、あの時代。ほぼほぼ置いてたね。ほぼほぼ置いてた。あの、留学上がった瞬間。留学ね。留学入る前に、うわーみたいな。心はまあ、あれがあったから、そうっすね。長く続けられたっていうのあったよね。きつい練習戦ってやっぱ、なかなか、そこはできないですよね。現役生活っていうか。そうよね。いや、こんな時代ですよ、本当。めちゃくちゃきつい思い出しかないですね。まあ、でも楽しかったですね。上がるのも楽しかったっすし、みんなでね、アリさんたちと、飯食って、ね、試合に勝ったらみたいな、みんな集まって
みんな集まってね、やってたね。本当、あれ、ああいうのでやっぱ大事っすよね、実際ね。大事やね。うん、一体感があるので、あるっすもん。そう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 。昇格して。もう昇格した、その、長崎昇格したときに、やっぱあれじゃないですか、やっぱ、あの、J リーガーになれるっていう。上がって契約すれば J リーガーになれるみたいな。そうだね。そう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 。まあ、契約できるかでかは分からないけど。そうそうありましたよね。そういう。もう本当給料少なくてもいいから契約してほしい。そう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 。マジで。初心忘れたらいかんな。本当にそう。それを目標にずっとやってたじゃないですか。あの時嬉しかったっすね。一番嬉しかった。あ、一番っていうか。まあ、テーマが本当に J リーグ作るのも嬉しかったんですけど、やれたことが一番嬉しかったですね。マジで、あの中やばいですね。あの中でサッカーできるのもめちゃくちゃすごかったですよね。いや、すごいな。だから、あの時に昭和が途中ゴール得点よね。あのグラウンドのホームの初ゴールは僕です。そうよね。もう記録に残ってるから。あれはマジでめちゃくちゃ緊張しました。外したらやべえな。決めた後に高木さんに、うん、初ゴールお前かよって言われたなんか結構意気がありましたね。あのきつい練習やってるから自信っていうか、そう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 、相手より全然走れるやろうみたいな、うんうんうん、そういうのありました。そこあったね、うんうん、やっぱ一体感があるからやっぱ強かったです。長崎のサポーターの皆さん、自分がガンバ戦で、ゴールしたとき、めちゃくちゃ雰囲気が最高で、またああいう雰囲気を作って、選手をバックアップして、J1 に戻ってください。応援してます。きつかったでしょ、あの当時は。いや、きついでしょ、もうできない、あんな。だってもう、オフがオフじゃなかったの。怖くてさ。夜になればなるほど、恐怖心がね、出てくる。うん、朝行った時点でもう並んでるからさ、でも、うっすら期待してるやん。でももうさ、グランド見えた瞬間、もう、マーカーの置き方で分かるからさ。誘惑ね。そうそうそう。誘惑のあの、トンネル手前曲がった瞬間のね、光景でしょ。絶望感。勝ってたけど、なんか、これじゃダメだみたいな感じで、うん、高木さんはめちゃめちゃキレてたイメージ。いや、どんな状況でもね、全く緩まなかった、ね。一年通して。うん、終わんないからね、練習が。やんなきゃ。ちゃんとできなきゃ。今日一日を乗り越えるために毎日必死だったからね、全員。まあでも本当、なんか、一体感めちゃめちゃあったよね。それを狙って高木さんがめちゃめちゃ厳しくしてるんだったとしたら。いや、かなりの名勝です。いや、そうですよ。でも最後の方はもうなんか、いける感じありましたよね。まあ、勝ち癖じゃないけど、なんか勝ちパターンみたいなのあったよね。とりあえず前半ゼロ、うん、失点しなきゃもう絶対いけるっていうわけのわかんない自信。いや、だってめちゃめちゃ点取れるチームじゃなかったのにさ、うん、なんか前半ゼロゼロだったらもう勝ちっしょみたいな。だから後半のもう70分ぐらいまでゼロだったら、そう最後点取れる、最後持っていけるなみたいな。そう。最後、ね、交代するやつが行くだろうとか、最後、うん、あの、サウザータイムで、あの時間行くだろうとか、そういうのがセットプレーで行くだろうみたいなんで、ありましたね。なるほど。まあ、そういうのが勝ち癖っていうんかね。なんか、自分たちの勝ち方がある、ね、できちゃうっていうのが。いや、ほんとね、あの時に戻って、もう一回同じことやれって言われても、多分できないでしょ。本当の、あれ、本当の奇跡やと思うんやけど。日々、あの、元気に一生懸命頑張ってます。6月かな、
栃木で試合があるので、ユアレ長崎の応援ついでに、僕を見に来てくれたらなと思ってます。お互い、昇格に向けて頑張っていきましょう。でも工事1年目から試合出てさ、はい、開幕でゴール取ったよね。でも舞ちゃんとの思い出って逆にそれじゃないですか。なんかそうよね、舞ちゃんのインターセプトから、うん、そうスルーパス1本もらって僕が点取ったっていう開幕戦で、ね、はい、だよね、あれ開幕よね。開幕戦であれはやっぱ嬉しかったですね。いい入りできたなと思いました。うん、いろいろ遠いとこもあったじゃないですか。うん、あったね、島原とか、あの島原とかで、ああいうのを遠いけど、まあ、みんなで乗り合わせていくっていうのはやっぱ楽しかったですね。ああ、そうね。うん、まだお昼ご飯も自分たちでね、どっかで食べてたからね。でしたね。だって練習行くのに高速もないのに片道50キロとか行ってましたよ。行ってますね、はい、島原まで。1時間ちょいかけてね。1時間ちょい。でも1時間ちょいで着くんだなと思いましたよ。下道で。で一応まだ本当は現役をやりたくてずっと探してたんですけど、でその中で、まあ、去年のもう夏過ぎぐらいですかね、うん、から宇賀の方から連絡が来て、来年からこういうことをやろうと思ってるんだけどって一回話をもらって、でそれが今やることになった、ハイアルチっていうジムなんですけど、高所トレーニングができる、はいはいはい、低酸素トレーニングができるジムっていうので、でもまあ僕は一応まだ現役をやりたいと、まあ、ちょっとでもまあ話は面白いねっていう話は聞いてたんですけど、1月の下旬ぐらいですかね、結構現役で探してたんですけど、うん、やっぱなかなか見つからなくて、あ、現役にこだわって引っ張るのはちょっと家族にも迷惑がかかるので、まあ、ある程度の、まあ、区切りと言いますか、まあ、僕の中での気持ちの整理も大事かなと思って、そこで一度やめようかなって思いました。あ、選手を。葛藤だよね。でもそうですね、だから本当はあのボロボロになるまでねやりたかったんですけどね、体が。それが一番ね、選手としては幸せ、はい、でもなんか逆にすごい元気なんで、うん、まあなんかこれからもできるなと思って、ああああ、はい、まあ、そういう意味では草サッカーとは言わないですけど、なんかねそういうのもちょっとやっていけたらなとは思います。ああ、まあ、僕もやっぱ福岡出身なの で唯一やっぱり地元の九州でできたチームなので、うん、プレーが、まあ、今でももちろん結果はすごい気にしてますし、僕いなくなってからもね J1 にも上がってましたし、すごいやっぱいいチームになってるなと思いましたので、もちろんこれからも応援してるし、できればね長崎まで落ち着けばちょっと遊びに行きたいなと思いますので、まあそうすればやっぱ今までお世話になったねチームやお店にも行きたいと思いますので、またその時はよろしくお願いします。さて、実はこのインタビュー今回放映したのは時間の都合でほんの一部なんです。ということで近日中にこのインタビューの完全版をクラブの公式 YouTube チャンネルで配信予定です。配信のタイミングなどはクラブホームページや SNS などでお知らせいたしますので、お楽しみなさってください。以上、創立記念インタビュー企画でした。森の列島日本、竹中工務店は森を守る、森を支える人を守る、そして森の恵みを大切に使う、それが木造建築を続けていく私たちの使命。町に木の命を吹き込もう。私たちは森林グランドサイクルに取り組んでいます。竹中工務店。
安全で迅速、確実丁寧に依頼された荷物を運ぶ長距離トラック。私たち幸運トラックは徹底した安全対策と人材の育成に力を注ぎ、常により高度で高品質の輸送サービスを提供しています。幸運ホールディングス株式会社。ニコラス・ケイジです。私の名前はルー大柴。土曜の夜は嫌なこと忘れてサタデーナイトフィーバー。ティアが出てきた。夜次元 TVer でも配信中。ファイナルアンサー。サッカーには夢がある。サッカー is dream。 フテボール es sueño。Fußball ist ein Traum. 足球是梦想。축구는꿈이다。頑張れ、ビハーレン長崎。美しいクーペスタイルに高ドアの使いやすさを。インポートカーオブザイヤー受賞。BMW 2シリーズグランクーペ。ここからはビビ君、そして大分トリニータからはニータに来てもらいました。ようこそ。さあ、さらにこちらにはビファーレン長崎普及インストラクターの小柳ゆりさんことなぎちゃんと一緒にお送りします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今から何をやるのかと言いますと、題してビビ君とニータンタンと一緒にタンタンタン、なんじゃこりゃという感じなんですけれども、なぎちゃん、これは何なんだろうっていう感じだけどね、まあ、はい、まずはなぎちゃん、いつもどういうことをやってるのかなど教えてもらっていいですか。はい、皆さんはじめまして、ビファーレン長崎普及インストラクターの小柳ゆりです。ありがとうございます。はい、去年まで陸上選手として活動していまして、今年から今は前田祐介普及インストラクターと一緒に長崎の皆様にサッカーだけでなく様々なスポーツを通して体を動かす楽しさやビファーレンを知ってもらう活動をしています。はい、その一つとして V ドリームという活動を小学校に伺って行っています。 V ドリームはビファーレン長崎が県内の小学校のお友達を対象に行っている夢の授業になります。運動の時間とお話の時間があって、運動の時間では友達と一緒に体を動かす楽しさを、お話の時間では私たち普及インストラクターのこれまでの経験をお話ししながら、みんなと一緒に夢や目標について考えていく授業になってます。まあ、なぎちゃんやまえちゃん、そしてビビ君も一緒にいろんな小学校のお友達と一緒に活動を行っているということで、ここからはその小学校でもやっているようなちょっと体を動かすことを皆さんでもやっていこうと思います。じゃあ、なぎちゃん、ここからお願いしてもいいですか。はい、ふーちゃんもぜひ一緒に。じゃあ私も頑張ります。はい、よろしくお願いします。はい、やり方はとっても簡単です。うん、私が言った方向にジャンプをするだけです。言った方向、例えば右だったら右にジャンプ、左だったら左にジャンプ。うん、そうです。前だったら前、後ろだったら後ろ。はい、はい、そうです。まずちょっとビビ君とニータンとふーちゃんと一緒にやってみたいと思います。はい、はい、いいですか。いきますよ。うん、右よ、左よ、前よ、後ろよ。おお、上手ですね。兄ちゃん意外と身軽すごいね。うん、できるね。完璧です。余裕。あ、ビビ君も余裕。結構余裕みたいです。余裕でした。ちょっと早くしてみますかね。ちょっと早くしてみる。なので、うん、右って言ったらすぐ右、右行ったらすぐ右、左手すぐ右。はい、はい、行ってみますよ。うん、行くよ。行きます。左、右、
前、右、ちょっとよろけながらも頑張りました。じゃあちょっと皆さんにもね参加していただきたいんですけど、ちょっとジャンプすることはできないので、右って言ったら右にパン、左って言ったら左でパン、前に言ったら前でパンと手拍子打ちましょう。後ろちょっとやりにくいけど後ろでパンみたいな感じでできそうかな。そうです、ね、皆さんも一緒にやってみましょう、はい、サポさんたちは自分の体の近くで、うん、ジャンプをしてみます。ジャンプじゃないや、手拍子をお願いします。リリ君たちはこれまで通りジャンプで飛ぶのね、お願いします。 OK では、はい、タンタンタンっていう題名なので、はい、3回いきますよ。3回、はい、皆さんもやってみてください。はい、いきます。右、左、前。おお、素晴らしい素晴らしい、手拍子もありがとうございます。結構意外といけるね。え、3回連続とか1回だけやってもいい？右、左、前って言ったら右、左、前ね、覚えてちょっと頭の体操にもなりますので、うん、皆さんもやってみましょう。さあ、よく聞いとってね。3回連続ですね。3回連続聞いた後にやってみてください。うん、できる？よし。大丈夫、2ターン。いきます。左、左、後ろ。左、左、後ろ。オッケー、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 オッケー。できてる、できてる。いい感じでできてますよ。いいんじゃない？ではちょっと、はい。みんなできてるので、うん、難しくしていきたいと思います。ほう、難しく、はい、今私が言った方向にジャンプ、うん、または拍手をしてもらいましたが、私が言った方向と逆、逆、逆に飛んでください。逆に拍手をしてください。左と言ったら右、右と言ったら左ね。オッケー、じゃあ早速やってみましょう。はい、いきますよ。1回どうします？1回1回1回で3回しようか。はい、わかりました、はい、行きます。皆さんも行きますよ。はい、行きます。右後ろ、前前。お、意外と上手。皆さんも結構ね考えながらもできましたね、うん、じゃあ最後1回、これはちょっとだけ早く、はい、早く行きますか。3回連続で連続行きますよ。連続で、これね結構やってみたんだけど難しいので行きます。はい、はい、後ろ、左、右、ドン、ドン、ドン。2段、頑張れ。2段途中で固まった、フリーズしてる、固まってる。2段飛んで、飛んで、よいしょ、はい、いい感じで。でもね、あのこれ頭の体操にもなぎちゃんなるね。そうですね、あの小学校ではさらにこれに加えて、私が言った言葉、うん、皆さんも言葉で言うけど動きは逆っていう風にどんどん頭も使っていくゲームになってますので、うん、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、お家に帰ってねご家族でぜひ試してみてください。さあ、ここまでビビ君とニータンタンと一緒にタンタンタンのお時間でした。ビファーレン長崎は DX でより強くなる。ゴールから逆算して全てのプレーをイメージする。勝利という目的から貯めるべきデータが見えてくる。チームの理想を叶えるシナリオを実現する。企業の DX にタイムアップはない。デジタルフロントの全てをカバーするトランスコスモスの DX。誰かを思う、思いを重ねる。長崎の眺望をおもてなしに、大切な人とその日を迎える。ガーデンテラス長崎ホテル&リゾート。350年前、糸商としてスタートした私たち森林。繊維の総合商社として製品を開発し、ブランドを育て、事業化を進め、糸から始まる全てのことを創造してきました。一本の繊維から糸が生まれ、生地が生まれ、愛されるものとなって、森林から世界の人へ。はい、
突破のこと印刷の会社だと思ってません？
ビビ君、YouTube。
ピンク。ただいま我らがビファーレン長崎の守護神がピッチに登場しました。チームを守り勝利に導いてくれ、大きな拍手をお願いします。さあ今日のウォームアップ BGM は背番号7番クリスティアーノ選手のセレクトスピンバモスラー。Tá louca, tá solteira, tá pra onda, poderosa, cheirosa, sabe o que quer? Ninguém segura essa metralhadora de mulher. Deixa ela passar maravilhosa. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro.Abaixa que é tiro. Deixa ela passar, quero ouvir. Deixa ela passar maravilhosa. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Oh, que swing é esse? Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro.Respeita, tá louca, tá solteira, tá pra onda, poderosa, cheirosa, sabe o que quer? Ninguém segura essa metralhadora de deixa ela passar maravilhosa. Abaixa que é tiro, abaixa que é tiro, abaixa que é tiro.Abaixa que é tiro. Deixa elas passando assim, ó. E deixa ela passar maravilhosa.
Abashakechi 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 Salvador! É com o maior prazer e alegria que eu trago no meu palco esses dois irmãos e amigos, Léo Santana e Xande Harmonia! Xande! É disso que o povo gosta, é disso que eu tô falando, a quebradeira, rolando a quebradeira, chegando. É disso que o povo gosta, é disso que eu tô falando, a quebradeira, falando a quebradeira. Deixa comigo! Ô, bota aqui, bota, bota pagodão pro povo quebrar. Ei, bota pagodão pro povo quebrar. Segura! Respeita esse encontro que tá acontecendo. Sai para o chão, seu Salvador! Eita, eu vou descendo. As santinhas estão descendo, é um tique nervoso, todo mundo se envolvendo. E elas pedem a gente, pá! As santinhas estão descendo, tique nervoso, vigo todo nós, mundo se nós. Envolvendo. Vamos ver que esse conto que estamos fazendo, o Paraná Boninho gigante descendo. Eita, tamo descendo. Eita, e o Paraná descendo. Vai. Eita, vai, tamo descendo. Vai que vai, Salvador. Harmonia pra ver. Eita, vai que tamo descendo. Eita, e o Paraná descendo. Eita, e agora Xandão e agora Tony. Senhoras e senhores, Tony Salles. As santinhas estão descendo, é um tique nervoso, todo mundo se envolvendo. Elas pedem a gente, as santinhas estão descendo, é um tique nervoso. Como é que é? Respeite esse encontro que estamos fazendo. Para com a harmonia, o gigante descendo. Eita, e eu vou descendo. Eita, harmonia descendo. Eita, sim, eita, o povo vai descendo. Eita, o couro tá comendo. Eita, e a Bahia descendo. Eita, e o Brasil tá descendo. Quebra, quebra, quebra. Joga, negão. Quebra, negão. Eita, eu vou descendo. Eita, som. O palco descendo. Eita, o gigante descendo. Show de harmonia, Léo Santana. Bora, golé! Pra mim, só assim podia
ただいま我らがビファーレン長崎のフィールドプレイヤーがピッチに登場しました。どうか応援の波動を拍手に乗せて選手一人一人にチームにあなたの思いを届けてください。Pronta pro bailão, pronta pro bailão. Gostosa, de um jeito que eu como na tua mão, como na tua mão. Perdi moral com os amigos da boca. Fiquei com ela e larguei o plantão. Abandonei essa tal vida louca. Mas a aba dela eu não largo não. Perdi moral com os amigos da boca. Fiquei com ela e larguei o plantão. Abandonei essa tal vida louca. Mas a aba dela eu não largo não. Vai mostrar o peitinho pra mim. Empina esse rabetão. Ela já tá louca. Já quer sentar em mim, eu nunca vou falar não. Vou tirar sua roupa. Vai mostrar um peitinho pra mim, empina esse abertão. Ela já tá louca. それではここでビファーレン長崎の2022年オフィシャルスポンサーを紹介します。2021年から引き続き支えていただいているスポンサー様、2022年から新たに加わったスポンサー様も数多くいらっしゃいますのでご注目ください。トップパートナージャパネットホールディングス、 MSC クルーズジャパン、三井住友海上、 Y モバイル、プレミアムパートナートランスコスモス、メモリード、メモリードライフ、モリリン、突破印刷、18神話銀行、オフィシャルパートナー富士企業、ケルヘアジャパン、三菱電機、ジャパネットグルメ定期便、長崎ベルカ、県愛会前田委員、長崎銀行、竹中工務店、アルインコ、幸運ホールディングス、ヤマゼン、長崎国際テレビ、A&Live、松藤グループ、長崎バスグループ、ITI、有明ジャパン、エレナ、エレクトロラックス、お客様へ社員へ感動を、九州ガスホールディングス、プラチナサポートカンパニー、 NBC 長崎放送、清涼環境開発、長崎リパーツ、西九州マツダ、ファーレン西九州、ゴールドサポートカンパニー、アダッチ、有明商事、石丸、岩崎本舗、岩テック、 NCC 長崎文化放送、エピクルー、大野運送、加賀ソルネット、旧電工、極栄産業、KTN テレビ長崎、細部ガス長崎、堺整形外科医院、佐田企画、佐田松病院、サンビッド、聖光園、ソニーセミコンダクターマニュファクチャリング、長崎新聞社、ハウジングロビー、橋本商会、ビバシティ、富士エアテック、ホルス、本格焼肉竹林、丸高生鮮市場、迎え健康、麦焼酎壱岐限界酒造、明治安田生命保険総合会社長崎支社。選手トークショーのコーナー、今日は、
現役高校生 J リーガー阿部大成選手に来ていただきます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。阿部選手、お願いします。今日もいいお天気で、はい、そうです。あの阿部選手といえば今シーズンまだ高校2年生ですよね。まだ3月までは。そうですね、はい、4月から高校3年生になる学年なんですけど、この間先日プロ契約をしてプロサッカー選手として活躍されてますが、実際にプロになって2ヶ月ちょっとぐらい経ちましたけど、どうですかこの2ヶ月、何か反響などはありましたか？もうやっぱり西登録とは違うっていうところで、まあ、気持ちの持ちようは違いますけど、まあ、プロっていう自覚はまあだんだん出てきましたし、まあ、やっぱ試合に出て、まあ、チームを勝たせるように、まあ、日頃から頑張りたいなって思ってます。まあ、阿部選手はもう世代別代表にも常連で、先日は19歳以下の日本代表の合宿にも先週は行ってましたけど、何か収穫するもの、得たものはありましたか？まあ、やっぱりその中には、まあ、たくさんの選手だったり、まあ、レベルの高い選手とできるので、まあ、たくさんそこでいろんなものは吸収しました。ゆくゆくはもうこのままオリンピックとかその先にはワールドカップとかも視野に入ってると？はい、もちろんワールドカップにも出たいですし、まあ、身近で言ったらオリンピックがあるので、まあ、そこを目指していきたいなと思います。ワールドカップとかオリンピックの日本代表にビファーレン長崎の選手がいたらすごく嬉しいので、ぜひぜひ頑張ります。よろしくお願いします、はい、期待の希望の星ということで、いやいやそんな阿部選手まだまだ高校生ということで、ちょっと学園生活どんな感じなのか聞いていきたいと思うんですけど。学校はそうですね、やっぱ練習の後行くので、はい、あ、流れとしては普通に午前中にトップチームと練習をして、はい、午後から学校に行くような、はい、そうです、形ですね。でもアンダー18の練習にはほぼほぼ行かない？行ってないですね、はい。じゃあもう学校終わったら寮に帰ってゆっくり次の日に備えるって感じ、はい、なるほど。同級生からサイン求められたりするんですか？まあ、しますね。あのかっこいいサイン求められてる？いや、もういじらないでください、ね、いやいや、まあ、求められたりはしますけど、まあ、あんまいないですね。お金を取って書いているっていう噂は？いやいや、そんなことそんなことしたことないです。そういうことです、はい。やっぱ女子あの同級生の女の子たちから書いて、やべきゅんキャーとか言われないですか？まあ、ちょっと言われてますこれ。いや、ないですちょっと言われてる？いや、ないですね。本当ですか？はい。おお。ありません。頑張ってる勉強とかって得意科目は何ですか？得意科目はまあ体育ですね。やっぱり体育。体育以外で？体育以外はないです。まあ言うなら数学ですかね。あ、数学。まあ、国語より数学派ですね。お、意外。あの、将来もあのワールドカップとかオリンピックで海外行ったりするかもしれないんで、あのもしかしたら海外に移籍して海外で活躍するかもしれないんで、その時に向けて英語はちょっとやっておかないといけないね。それは本当、本当にそれをやっておかないといけないんですよ。はいはいはい、それは頑張ってください。はい、頑張ります。昨日まで同級生は修学旅行に行ってたけど、阿部選手は行けなかったということで、はい、お土産とかもらったんですか？お土産はまだもらってませんね。あ、そっか、はい、月曜日にもらうのかもしれないですね。そうですね、まあ今日かもしれないですし。ああ、あんな感じで。ああ、なるほど。やっぱそういうのちょっと、まあ、羨ましいです。羨ましいっていう気持ちはある。はい、まあでも逆にトップチームと練習したい、したいっていうか、そっちの方が充実感もある。はい、そっちの方が、まあ、自分としては大事なんで、そっちで頑張ります。ありがとうございます、はい。そんなもうプロサッカー選手になった阿部選手ですけど、サッカー選手を目指すようになった時期とそのきっかけ教えていただいてもいいですか？まあ、やっぱりお父さんの影響が大きいですね。お父さんもずっとサッカーをされてて、はい、そのサッカーを始めたきっかけ、
アンダー12時代からビファーレに所属されてるので、ちょっとそのエピソードとかあれば教えてほしいんですけど。やっぱり最初は、まあ、小学校、まあ、地元小学校でやってたんですけど、まあ、お父さんが、まあ、やっぱり天皇杯とかでビファーレンと試合して、うん、まあ、そこでビファーレンっていうチームがあるっていうのを知っていたので、まあ、そこでビファーレンの、まあ、セレクションを受けてみないかっていうことで受けて、そしたら受かって、まあ、そこがきっかけですね。なんかプロになった時、お父さんから、お父さんお母さんから何か言われた言葉、かけられた言葉などはあるんですか？もうお母さんは、まあ、おめでとうっていうのはシンプルに言われましたけど、まあ、お父さんは、まあ、これからっていうのは言われましたね。なるほど。小中時代は毎日のように諫早までお迎え、送迎をしてくれてたっていうエピソードもあり、非常にいいご家庭で、まあ本当にありがたいことです。ああ、そうですね。ちゃんとその感謝の気持ちを持って、はい、プロになって飛躍していってほしいなと思うんですが、パパといえば阿部選手、パパって呼んでた選手が玉田さんですね。玉田選手、はい、玉田さん、この間アンバサダーに就任した玉田選手ですけど、はい、長崎の兄のような存在の選手。長崎の兄は、まあ、やっぱりユースアカデミー出身っていうのもあって、まあ、雄星君と、まあ、聖也君が長崎の兄かなって思ってます。雄星選手とは被ってはないですね、中学校高校で。被ってはないですけど、まあそうですね、知ってはいたんで。あ、やっぱり江川選手とか薩木田選手がプロトップ昇格したのは自分にとっても刺激だったっていう感じですか？そうです、はい、続きたい。はい、そうです。薩木田選手とは3年生の時1年生1年、そうです、1年だけで、ジュニアエースは、まあそうですね、ジュニアエースも3つ、自分が1年の時に3年生、3年生なんで2個上。あ、2個上ですね。かな。おー、やっぱり見て学ぶものというかありますか、その2人から。やっぱ私生活のところでは、まあ、見習うとこべきものはたくさん吸収してますし、まあ、サッカーの面でもいろいろアドバイスとかもらってるので、うん、まあ、そこは本当にお兄ちゃんっていうのは感じます。なんかファン館部長とかもやって、派手派手な笑顔の人、すごくストイックで真面目な、さつきもどっちもストイックなんですけど、はい、っていうね、いろんな選手が先輩にいて、いいところをいっぱい盗んで頑張っていってほしいと思いますが、はい、オフなどって今お兄ちゃんって言ったさつき田選手とか江川選手とか、まあ、他の選手たちと出かけたりすることってあるんですか？まあ、オフは勉強してるか、月曜日なんで学校ですか？トップチームのオフが大体月曜日なので、オフの日は学校に行って勉強してると。はい、だから朝からです。あ、もうオフの日はトップチームの練習がない日は朝から。はい、なるほど。それは大変な、でも学生なんで、まあ本格、まあ、当たり前ですね。まあ、そうですね、はい、確かに確かに、すいません失礼しました。今日が実は長崎県サンクスマッチということで、長崎県のいろんなブースが出展されたりされてるんですけど、長崎県でおすすめの観光スポット、マラソンも行ったことないかもしれないですけど、ありますか？まあ、地元長崎なんでいろいろ知ってるところはあるかなと思うんですけど。でもやっぱり長崎の食べ物といったら、まあ、ちゃんぽんだったり、まあ、角煮は本当にどこ行っても、うん、まあ、長崎が一番美味しいと思ってますし、まあ、たくさん食べてきたので、うん、まあ、そこは長崎の誇るとこかなと思います。ちゃんぽんと角煮を食べて大きくなったところですね。まあそれ、まあ、身長伸びてるんですか？まあ、ちょっとずつ、ちょっとずつ。じゃあ来年の登録は1センチ2センチ伸びてる感じですか？はい、伸びてます。伸びてる。はい、あれ逆に長崎で行ったことないけど行きたい場所とかあるんですか？まあ、五島まだ行ったことなくて、はい、はいはいはい、まあ、そこは行きたいですね。確かに離島はなかなか行ったことない。 はい、本土に住んでる方はなかなか行ったことない人もいると思うので、ぜひ今度のオフ、もしコロナが収まったら、そうですね、行きたいですね。あ、お兄ちゃんに連れてってもらって、はい。じゃあ
もう間もなくあと20分、25分ぐらいで大分トリニータ戦キックオフしますけど、今日は今シーズン初勝利目指してチーム戦うということで、阿部選手も次節以降、試合に出て活躍していただけるように、カメラに向かって今シーズンの意気込みをお願いできますか。まあ、自分としても、まあ、今プロになって、まあ、試合に出れないという悔しい思いしているので、まあ、これから、まあ、自分が試合に出て、まあ、チームを勝たせて、まあ、J1 昇格っていうところを持っていけるように、まあ、これから日々頑張っていきたいなと思います。応援よろしくお願いします。はい、ということでアンダー12、15、18、そしてトップに昇格を果たした、阿部大成選手でした。今日は勝ちましょう。はい、勝ちます。勝ちます、はい、勝ちます。これは、はい、今日勝ちます。はい、阿部選手も自信満々で勝ちますと言ってますので、皆さん応援よろしくお願いします。では選手トークショーでした。公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ここからはホームタウンに関する情報のお時間ということで、男性陣下の川上が、皆さんにご案内させていただければと思います。まず先日行われた開幕戦では、長崎県と21市町すべての旗が掲げられました。でそれに続いて、本日に関しましては、長崎県サンクスマッチというところで、まあ、県民の皆さんへの応援とか県産品の応援フェアということで、この長崎県サンクスマッチが本日開催されるということで、なっておりますね。はい。で、こちらには、長崎県新幹線対策課の下田さん、はいはい、あとマスコットキャラクターのガンバくん、あとランバちゃん、はい、にお越しいただきました。で、場内では先ほど、
ビファレン長崎クラブマスコットのビビ君と、あと大分ドリニータのクラブマスコットのニータンと、あとガンバ君とランバちゃんも会場の皆さんにね、ご挨拶して一緒にグリーティングしてきたんですよね。どうでしたか？楽しかったですか？よかったです。ありがとうございます。で、場外のブースの方では、長崎県の方の、観光 PR だったりだとか、取り組みの発信だとか、あとはニュースポーツの体験のできるコーナーもあったりしまして、その中で、下田さんの所属されている対策課が、西九州新幹線のブースを出されておりましたね。はい。はい、で、なぜ西九州新幹線のブースを出してたかというところで、いよいよ新幹線が開業される長崎にとって、はい、いよいよというところで、はい、まず開業の日付、はい、そんなのを皆さんの方に伝えていただけますか。はい、西九州新幹線は、今年の9月23日に、開業となります。あと約半年後に、いよいよ長崎にも新幹線がやってくることになります。もう本当満を持してじゃないの、何ですかね、待望のですね。そうですね、はい、待ちに待ったですね。ただ本当だったら博多までつながってとかってあるとは思うんですけども、部分的な開業ということなんですが、ただその開業におけるメリットだとか、長崎にお越しになる方、長崎から出て行かれる方の、いい点とかメリットっていうのことに関してはどうですか。はい、そうですね、今回9月24 23日の、開業につきましては、長崎から佐賀県の武雄温泉間までが、開業となり、そこから先に博多方面に行くためにはですね、対面乗り換えという形で一度乗り換えていただく必要はあるんですけれども、対面乗り換えの方式もですね、ホームの横の移動だけで済むようにちょっとストレスをですね、軽減できるように工夫しております。はい、新幹線もですね、長崎から博多まで新幹線開通することで約現行よりですね、30分短縮となりますので、その点はですね、スムーズにご移動できるような形になるかと思っております。はい、ありがとうございます。その開業に向けた取り組みというところで、どのようなことをされておりますでしょうか。そうですね、県の方ではですね、機運を盛り上げるためにですね、開業の機運醸成のイベントだったり、広報用の動画を作ったりですね、あとは県外からお客さんにたくさん来ていただけるように県外でのプロモーションもそうですし、県内のおもてなしとかですね、そういった受け入れ体制の整備もやっております。ありがとうございます。9月23日の開業日に向けて、取り組まれている、計画されているものの中で、なんかもう皆さんに、ご覧の皆さんにお伝えできるようなイベントっても決まってたりしますか。そうですね、イベントは、これからですね、開業日が決まりましたので、開業に向けてですね、様々盛り上がっていけるようなカウントダウンのイベントとかですね、そういったところも計画をしておりますので、皆様にご案内ができるときはですね、ぜひご案内させていただければと思っております。ありがとうございます。所要時間が短くなるっていうところで、移動に時間をかけないで行けるっていうのは もちろんのことなんですけども、その新幹線が開業することによって期待されていることとか、長崎県にとってのメリットとか、そういうのは何かありますか。そうですね、新幹線が開業することによってやはり人の移動っていうのが増えてくると思いますので、交流人口の拡大というところが一番メリットとしては挙げられるかなと思いますし、それによってさまざまな、産業振興が図られてですね、地域の活性化につながったりできればいいのかなと思っております。いろんな、各地から、飛行機だけじゃなくて、新幹線だとか鉄道も使って長崎に多くのお客さんが来ていただける、今なかなかコロナで難しいですから、気をつけながら旅行もしていただいて、で、クラブにとってもたくさんの方がお越しになれば、ここトランスコスモスタジアムに多くのファンサポーターの方もいらっしゃっていただけるでしょうし、もっと地域が盛り上がるのかなというのは我々も感じているところです。はい。で、その開業の取り組みのところで、ガンバ君、ランバちゃんももう今日見ての通り、新幹線用のお洋服ですね。そうです。で、ガンバ君が着てるのは、ランバ君もランバちゃんも車掌の、車掌、どっちも車掌さんなんですね。車掌をイメージしたセットを着させていただいて、一緒に PR させていただいてます。なるほど、ありがとうございます。開業に向けた取り組みとイベントのところだったり、これから計画されているものもあるでしょうし、これから計画されるものもあると思うんで、ぜひ我々クラブと、ビビ君とかもね、一緒になんか参加して9月23日の開業に向けて盛り上げていければなとは思っておりますので、どんどん
クラブも声をお声掛けいただいて、はい、やっていければと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。じゃあそれでは、はい、そろそろビビ君とミータンも来たところなので、エンディングに行きたいと思います。ガンマ君とナサちゃん、そのままちょっと画面上残ってもらって、ビビ君とミータン出れるかな。ちょっと待って、はい、ということで、まもなくあと10分ですね、もうトーク直前ということで、ゆうくん、今日みんなと一緒にグリーティングしたり、場外でイベント出たり、どうでしたか？楽しかった。みーたんはどうでした？いっぱい遊んだ。ゆうくん、よかったね。ガンマくん、ナンバちゃんもね、新しい新幹線の車掌さんイメージでした。帽子、帽子、撮らないで、撮らないで。いいね、ビビ君ね。ビビ君も車掌さんの服、それでもガンバ君専用だからね。またね、こう開業に向けてもね、ビビ君もいろいろお出かけしたりねしたいと思いますので、皆さんもぜひ楽しみにしてもらえればと思います。というわけで、まもなくキックオフということで、今日は長崎県サンクスマッチということで、長崎県皆さんが応援してくれていると思いますので、いわゆる長崎もイニタン、大分取りイニタンも頑張ってもらっていい試合になればと思いますので、YouTube ご覧の皆さんはこの後お家で観戦の方はぜひダゾーンに切り替えて応援の方よろしくお願いいたします。まだスタジアムあと10分ありますので、来れる方はぜひ急いで来ていただければと思います。それでは、YouTube の方こちらで失礼したいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。